えい、どうも、ヤトシだー。さあ、本日の企画は、インスタグラムで気になった緑のやつを顔に塗って皮脂を取るやつ、やってみた。俺インスタグラムでよく見る動画があるんですけど、ここの皮脂を取るみたいなやつよく見るんですね。こうギュッてやったらポンって取れるみたいなやつあるじゃないですか。であれのやつのシリーズで、なんか緑のクリームをここに塗って黒いのがブワーってなってくるっていうのを見たんですよ。で俺それ気になってしょうがなくて、やってみようって思ったんですよ。はい、入荷しました。こちらです。ダン、入荷したんですよ。これでね、ここを塗ってブワーってなったらインスタグラムの通りやって思うでしょ。やってみようっていう、そんな企画です。開けていきます。こんなのができました。グリーンって書いてある。さて、じゃあこれをね、開けていきましょう。オープンザプライス。パッカーン。わからん。なんか英語だし、中国語かな、だし、ちょっとよくわからんけど、こんな感じですね。お、開いた。ええ香りするやないか。では早速こいつを塗っていきたいと思うぜ。いざいざ塗りんぼ。おお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 お、塗るのね。なるほどね。これ下、これグリグリすると上に上がってくるやん。おお、なるほど。これ塗るのね。このように。おお、あ、インスタグラムで見たやつや。よし。あ、なんか落ちた。あ、なにこれ、やりづらい。なんかもっと緑だった気がするんだけどな。おお、難しいね、これ。ちょっと思ったより難しいわ。よし、こんなもんでいいか。前髪が邪魔や。まあ、こんな感じで。放置するのかな、これで。放置しとく？とりあえず放置しとく？で、私の緑の顔をご覧ください。とりあえず10分間待つか。顔がカピカピになってきてる。ということで10分経ちましたけれども、何か問題でも入れよ。鏡見てってり、見てみましょう。思ってたんとちゃう。もっと黒いのがブワーってなるみたいのがインスタで書いてあったんだけどね。書いてあった？ブワーってなってインスタでね、載ってたんだよ、動画で。ならんくない？これでティッシュで拭くと黒いのがバーって取れてツルツルになるってやってたから、ちょっと今からやってみたいと思います。生ガキ。さあ行ってみましょう。
きます。ん？緑が取れた。表出てきちゃう。なんか。緑が取れるだけなんだけど。ちょっと顔一回洗ってきます。洗ってきます。さて、変わってきました。あ、でも。ツルツルやーい。ツルツルしてる。なんかツルツルしてる。なんかツルツルしてる。わかんないっす。中国の製品なんでわかんないっす。全部中国語で書いてあります。でも、あ、すべすべだ。もちもちのすべすべや。もちもちのすべすべ。はい、ということで、あんまり思ったようにはいかんかったけど、もっとなんかブワッブワッ黒いのブワッって来ると思ってたんで、ちょっと期待外れでしたけど、まあこれはこれで良かったんちゃうんか。あんまり美容に疎い僕ですけれども、こいつを2個買ってあるんで取り寄せたんで、塗って美肌になっちゃうから。いいわいいわ。それ最後まで見てくれてありがとう。また明日会いましょう。以上、バイ。